ソロボーカリストコンテスト、シングシングシング。ラスト1枠はこの3名のうち誰か。果たして最後の椅子を勝ち取ったのは。最初の挑戦者は堂本亮太、21歳。今から歌わせてもらう曲を、愛しているすべての人に感謝の気持ちを込めて歌わせていただきたいと思います。松任谷由実さんの飛行機雲という曲を聴いてください。お願いします。白い坂道が空まで続いていた。ゆらゆら影ろうがあの子を包む。空に憧れて空を駆けてゆく。あの子の命は飛行機雲。あの子の命は。ありがとうございます。続いての挑戦者は細川リオ、23歳。今夜は日本で一番かっこいい女になります。よろしくお願いします。歌う曲は宇多田ヒカルさんの Can You Keep a Secret。 近づきたいよ君の理想に。おとなしくなれない。 Can you keep a Can you keep a secret? Hit it off like this, hit it off like this, oh baby. Hit it off like this, hit it off like this. ここからずっと送ってる暗号。君はまだ解読できてないかも。伝えようダメだよ、また疑えそう。この感覚なるまで信じようダメだよ、また疑えそうだもの。Oh, oh.近づきたいよ君の理想に。おとなしくなれない。 Can you keep a secret? 悲しくないよ君がいるから。 Can you keep a secret? Oh, このまま secret。 ありがとうございました。最後の挑戦者は中島由紀乃。心を込めて歌います。オリビアを聴きながらアンリさんの曲を歌わせていただきます。よろしくお願いします。お気に入りの歌、一人聴いてみるの。オリビアは寂しい心慰めてくれるから。ジャスミンティーは眠り誘う薬。私らしく
一日を終えたい。こんな夜出会った頃はこんな日が来るとは思わずにいた。 Making a sense better 言え済んだこと、時を重ねただけ。疲れ果てたあなた、私の幻を愛したの。ありがとうございました。お三方、前をお願いします。いよいよ二次予選最後のジャッジタイム。では発表します。読み上げられるのは予選通過者1名の名前のみ。堂本さん、おめでとうございます。堂本さんの低音に引き込まれました。声質が素晴らしいと思いました。ただ高音がやっぱりちょっときつい部分があるので、録音なさって歌い方を研究されるといいかなと思いました。オーディションというのは実は29にして初めて の挑戦だったので、初心にまさに帰れたという感じでございました。緊張含めて今日のパフォーマンスは全部実力なので、それで落とされたので何の悔いもないし、頑張ります。